前さ、はい、引っ越し、今引っ越したんだけどさ、その前の家になった時にこの貯金箱買ったじゃん。買いましたね。で、俺小銭持たないじゃん。小銭入れ僕持たお茶。ああ、持たないですね。見たことないですね。カードともう札しか持たないんですけど、はい、例えば札と大体、ね、なんかネット決済でほとんど携帯で払うんですけど、クレジットとか。でもなんかお札とか出す時にお釣り返ってくるじゃないですか。その時に小銭とかポケットに入れるんですけど、それはもう帰ってきた時にこうやって入れてたらこんだけ溜まったんですよ。めちゃめちゃもう満タンっすね。でも半年ぐらいかな。おー、かかって。え、100円とか100円でも500円多いと思うよ。100円以上ですか、それ入れる。いや、10円でも入っとるけど、500円とか100円とか多いんで結構な金額あると思うんですよね。めちゃめちゃありそうっすね。でも今こんな時期で医療関係者の方々がさ、はい、すごい苦労してるじゃん。本当に一番忙しいと思います。そう、これ一回数えて全額寄付しようかなと思ったんで、今日はちょっとこれをいくらあるのか数えてみる。そうですね、数えますか。企画です、はい、じゃあちょっと出してきますね。はい、結構な量あるぞこれ。全然出てこん。え、ありえんとこから出てきたんだけど。ありえんとこから出てきたんだけど。ちなみにそれ、キャラクターは何なの？これはね、猫っぽいですね。そう、猫なんですけど、なんか可愛いなと思って、おマジで出てこんだけど、これ。詰まってますね、ちょっと。いくらぐらいだと思う？ニアピン賞やるか、3人で。3万。3万？12万。12万？ 12万。10万ぐらいはあるのかなと思って。さすがに。俺、8万にしようかな。8万。100円玉が多いでしょ。いや、500円も。500円もある。うわ、貯めましたね。きなこ。きなこダメだよ、これは。いや、ほんとにさ、まあ、俺たちはもう、ね、まだ、コロナとか感染してないからさ、はい、あれですけど、医療関係者の方ってさ、はい、感染してないのに、そこの戦場にいるわけですから。ほんまに戦場みたいなもんすよ。すごいっすよ、本当に。で、外でさ、なんか自粛とかもせずに遊んでる人も来るわけですよ、多分、うん、中にはね。自粛とかせずに遊んでたのにもかかわらず、コロナに感染したからといって、まあ、病院に行くじゃないですか。はい。そこで、何も関係ないね、その医療の人たちが、リスクの中で仕事してくれてるんですよ。めちゃめちゃ感謝しないといけないと思うんですよね。うん、あれ、めっちゃあるよ。だから3万だもんじゃ絶対ないです。めちゃめちゃあった。意外とこれで1万円ですから。じゃあ手伝いますね。結局さ、1000円のお釣りで帰ってきてるから500円が多いの。結構500円入れてるの見てたからさ、ね、まあ、10万はある。10万ないかもしれない。10万ない。あ、500円がつらい。なんかね、俺調べたら、はい、あれなんだよね、医療関係の方たちのお弁当とかのための寄付、はい、とかあるんで、そこにしようかなと思ってる。それでなんかネットなんだよね。あ、ネットなんですね。じゃあ振り込みみたいな。振り込みできるとこあるのかなっていう。2,4,5,8,9。これで今25,000。あ、これ10万はないっすね。10万はないか、絶対。あ、これ吉田君が一番近いかもしれない。5、いやでも100円も結構ありますからね。7,8,9,10。今度100円いきますね、僕。あ、500円じゃないです。意外と少ないかもしれないな。あ、3万円は越しましたね、ところが足りないです。緊急事態宣言がまた1ヶ月延びるみたいですね。本当に YouTuber も大変ですよね、皆さん。外でできないですか？俺たちの場合さ、企画が外が多いじゃん。企画ものが多いじゃん。はい、そうですね、中でしかできないっていうのは結構つらいですね。縛られてます。うん、まあでもいい機会なのかなって思って。あ、逆にメンバーの強化とかさ、はい、6、これは宇治さん多分一番近いのかな。8万が多分一番近いな。そんなあるかな。8万はないかもしれんけど、ないかもしれんけど、6万ぐらいかな、うん、かもしれん。6万もいかんのかも。ようやく4万ですから。これで4万、やっぱ5万とか6万ぐらいですか。
それが全部1000円です。まあでもさ、こういう少しでも積もって、うん、みんながこう募金することによってさ、そうですね、大きな力になるというかさ、まあ、あるじゃん、やりますね、やらない前よりやる偽善って、うん、すごいよね、すごいことだよね。だって自分のさ、命を危険にさらしても、うん、その他の人を助けたいって思ってやってるわけなんですよ、医療関係者。なんか本当に遺書書いてる人もいるらしいですよ。へぇ、こんなさ、ことってなかなかできることじゃないよ。そうですね。で、ハードってさ、だんだん免疫を押してくるじゃん、うん、だから、ねえ、せめて美味しいお弁当でも食べてもらいたいですね。そうですね。これで、エネルギーつくね。これのおかげで誰かが食べれるかもしれないんで、うん、それはなんか嬉しいですよ、想像するだけで。これ5万ぐらいですね。5万ね。5万ちょいか。今これね、メインチャンネルで、たくまのアンチに対する意見を、はい、あのリアルな意見を聞いてみようっていうところの待機中なんですよ。待機中、そうですね。たくま何時に来るの？ちょっと家が遠いんでね。そう。じゃあ、計算していきますか。はい、で、600足して、で、24足して。おぉ、5794。57,974です。あ、そういうこと、吉田君が一番近いのかな。そうだね。いやー、はい、思ってられましたね、でも。そうですね。6枚ですね、約。はい。こちらをね、寄付したいと思います。おぉ。そのために貯めてたわけではないですよね。そのために貯めてたわけではない。それだったら予言者。まあ、ちょっとでも根拠できたらなっていうことですね。そうですね。そうだね。実際に、振り込みできるのは、募金できるのはネット決済が多いみたいなんで、あのこれと同じ金額を僕が今からネットで振り込みすることにしますか。で、これは佐々木くんにじゃああげよう。これマジか。カメラとかかかったでしょ、金。ああ、そうする。ということで、57,974円、僕が今から振り込みをするということで、ヤフーの方がいいかもね。そうだね、多分、募集してると思う。そう、来る前に調べてきたんですよ、思うとは。ストップ医療崩壊、あれです、はい、新型コロナウイルス医療崩壊を防ぐための支援、ヤフー基金では、新型コロナウイルス感染症による医療崩壊を防ぐため、新型コロナウイルス感染症医療崩壊防止活動支援募金の受付を開始することにしたと。この募金では自治体を通じてマスクや消毒液とかを、医療現場、で必要とされているものを届けていくと。これね、うん、医療現場へ食事のエールを送ろうっていう、医療関係者に対して、うん、食事、医療現場か。だからあの患者さんにも送れるのかもしれないですね。それは分からないですけど、はい、でここに給額をしてくださいって書いてあるんで、あ、こういう感じか。もう10万にしましょう、切りよく。あ、もう10万全然これ企画関係なくなっちゃうんですけど、これがきっかけなんですよ。あ、きっかけ。そう、はいはい、そんななんかめめしいことを言っててもしょうがないんで。そうですね、大きいものの方がいいに決まってるんで、うん、もちろん10万円、はい、寄付することにしました、僕は今。おー、かっこいいですね。かっこいい。これ寄付の手続き、ここです。お支払い合計10万円、ここですね。じゃあ確定ということで。お、わ、確定しました。いけましたね。寄付の申し込みありがとうございました。ちょっと待ってください。はい、わ、ちょっと待ってください。すごいですね、本当に。6600人のご協力により、できることをしたいなと思いまして、はい、まあ10万円ですか。よかったです。でもまあ本当ね、早く、はい、コロナがね収束して元の生活に戻ることを、まあ、皆さん願ってると思うんですけど、はい、そうですね。まあ僕たちもなるべくね、自粛して
勤めていきたいなっていうか、まあ、協力をし合って、まあ、早く終わるのかなと思うんで、はい、皆さんもできることをやりましょう。たくままだ。